エージェント契約での生き残りをかけるジャニーズタレントたち。ジャニーズ事務所が大きな変革を迎え、新たな舞台を切り開いています。この度、スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所がエージェント契約という新しい形態でタレントたちを活動支援することを発表し、その詳細が注目されています。 これにより、ジャニーズタレントたちは従来の後ろ盾を失い、自身の実力主義に生き抜く道を選ばざるを得なくなりました。2日に行われた2度目の会見で、スマイルアップは従来のジャニーズ事務所から社名を変更し、被害者の救済と保障に特化した新たなビジョンを示しました。 社名の変更に続き、エージェント契約を結ぶ新事務所の設立とその経営陣への発表が行われました。東山紀之さんが社長、井ノ原義彦さんが副社長として新事務所の指導的立場に就くことが発表され、これにより新たな局面が幕を開けました。 エージェント契約とは、タレント自身が仕事の獲得や交渉に積極的に関与し、自己プロデュース力を高めて活動する形態です。これにより、ジャニーズタレントたちは従来のように後ろ盾を頼りにすることなく、自分自身の実力と魅力でファンを魅了する必要が生まれました。東山紀之社長は、新事務所における展望について、 会社に委ねたり縛られることなく、タレント自らが活動の方向性に応じて自分自身で活躍の場を求めることになる、これまで培ったプロデュース機能やマネジメント機能を活用してお互いの知恵を出しながら活動を最大限サポートしていきたい、と述べました。しかし、 これに対して一部の声からは、タレントたちにとってはこれまで以上に厳しい状況になる可能性が指摘されています。所属していたタレントはもう巨大な後ろ盾がなくなるのだから本人のタレント性が試されていくのでしょう。渦漏れてしまう方もたくさん出てくるでしょうね。つまりタレントの実力主義になる。 木村拓也さんみたいにお膳立てをしてもらって売り出しているタレントにとっては少年はエージェント会社は仕事の交渉をしてくれても、例えば FC の運営なんかはグループや個人の事務所で行うってことだよね。これまで以上に競争厳しくならん全グループが本当にライバルになったと捉えてるけど、違う などタレントたちに対する懸念の声がネット上で広がっています。実力主義の舞台で生き抜くために、エージェント契約とは、タレント自身が仕事の営業や交渉に関与し、自分自身で活動をプロデュースするという形態です。これまでのジャニーズタレントたちは、事務所がお膳立てを行い、バックアップを提供することが一般的でした。 しかし、新たな体制では、タレントたちが自分自身の実力を証明し、生き残る力を発揮することが求められます。芸能事務所関係者によると、エージェント契約になった時に、生き残れるタレントの育成には繋がらなかった、との指摘があります。 ジャニーズ事務所は従順な駒のようなタレントを好んで育ててきましたが、新たな体制では自己プロデュース力や実力主義が重要となります。タレントたちは自分自身で営業活動を行い、方向性を決め、セルフプロデュース力を高める必要があります。エージェント契約は仕事を代行する部分と自己プロデュースを担当する部分が明確に分かれます。 これにより、タレントたちは自分の魅力を最大限に生かすためのスキルを磨く必要があります。と、関係者は語ります。サポートを受けてきたタレントたちの戸惑い。一方で、長年にわたりジャニーズ事務所から手厚いサポートを受けてきたタレントたちにとって、エージェント契約には戸惑いもあるようです。特に、 木村拓哉さんのようにジャニーズ事務所の後ろ盾を受けて成功したタレントたちは自分自身での営業やプロデュースに対する適応力を身につける必要があります。飛べに移籍した平野志耀さんはもともと名古屋のご当地ボーイズグループに所属していましたが、ジャニー氏に才能を見込まれて関西ジャニーズ JR として活動を始めたという経緯があります。 平野さんが状況に合わせて自分に合った事務所を選べるのは自らを自らで売り出すという視点が育っていたからだと思います。と関係者は語りました。新たな時代に突入したジャニーズタレントたちは自己プロデュース力を高め実力主義の舞台で生き抜く覚悟が求められます。従来の後ろ盾に頼らず自分自身の魅力を最大限に引き立て ファンに支持され続けるために多くのタレントたちが新たな挑戦に臨むことになるでしょう。ジャニーズ事務所からスマイルアップアップの変革に伴いエージェント契約が注目されています。タレントたちはこれまで以上に自己プロデュース力を高め、実力主義の舞台で成功するために努力する必要があります。 サポートを受けてきたタレントたちも新たな挑戦に臨む中で自己成長と向き合うことになるでしょう。ジャニーズ事務所からスマイルアップアップの移行は芸能界において新たな展望を切り開く重要な一歩と言えるでしょう。